ご覧いただきありがとうございます。こういった動画を数多くアップしていますが、すべてをご覧になっていただいているというわけでもないと思いますので、この動画しか見られない方もいらっしゃると思うので説明させていただきますと、本日1日目なんですが、2泊3日の青春18切符を利用した東北縦断旅行となります。でこちら私埼玉なんですが、大宮から新潟までは新幹線に乗ってきたので青春18切符は使えません。で新潟からこれ酒田までのリゾート列車なんですが、キラキラ羽越号というのがありまして、520円を追加することで青春18切符で乗ることができます。でこの辺りは笹川流れとかいうふうに言われてまして、まあ、それがどういう意味なのかよくわかんないんですが、すごい綺麗なエリアを延々、海岸沿いに50キロほど走る路線となります。日本三大景観路線の中の一つに選ばれてて、ベスト2なんですよね。でベスト1トップのところはこの翌日行きます青森から秋田まで走っている五能線が選ばれてます。でそこにもリゾート列車が走ってまして520円で乗れるんですが、そちらの場合は4時間半か5時間弱ですね、乗ることができます。しかも520円で、まあ、そういった車両が東北地方には数多く走っていますので、これから東北へ旅行をプランニングされる方は、まあ、インターネットで Google とか Yahoo とかで乗って楽しい列車っていうふうに検索すると出てきますので、まあ、プランの中に取り入れてみてはいかがでしょうか。で今回この動画っていうのはかなり長いです。30分ぐらい延々極力カットせずにっていう感じで、まあ、トンネルの中は真っ暗だったりするんでカットしますが、それ以外の部分はほとんどカットせずに編集していますんで、まあ、途中飛ばし飛ばし最後まで見ていただけたらと思います。でナレーションはここまでにして、まあ、とにかく長いので音楽挿入しましたんで音楽を楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。
私の場合は鉄道が好きっていうわけでもなく、観光がすごい詳しいっていうわけでもないので、なんでこんなとこ来てんのかっていうと、撮影がするのが好きなんですね。動画の撮影ですね。動画の撮影は本当好きで、かれこれそうですね、あのビデオカメラが発売された時、そう高校ぐらいからですから40年ぐらい撮影好きでやってますね。で、撮影っていうのは、まあ家の近所で撮ってるとか、撮る練習とかすると不審者扱いされちゃうんですよね。で、なんか職務質問はされたりはじゃないですけど、されそうな感じ、イメージがあるんで、だったらなるべく家から遠く離れた観光の際に撮影をするという風な感じにすれば、あんま変な人って感じでも思われないで、スムーズに撮影ができるというので、こういうところをいろいろ行ったりして撮影を楽しんでる感じです。で、撮影旅行の場合っていうのは、あのメインのカメラっていうのが、もし万が一2泊3日とかでと壊れたりすると、もう単なる移動旅行になっちゃいますよね。鉄道好きなわけでもないし、観光がメインというわけじゃないので、本当に鉄道を使っての単なる移動旅行になってしまう。これは避けたいので、今回は4台のカメラを持ってきました。で、1台目っていうのが、私あのドローンの空撮をやってるんですが、まあ、ドローンで世界トップシェアの DJI 社が販売してます、三軸手ブレ補正してくれるブラシレスジンバルオスモプラスというカメラ、こちらがメインになりますね。で、プラス、この今撮ってるやつが、アクションカメラで有名なあの GoPro っていうところが出してますヒーロー5セッション。で、これがね、サイコロぐらいの大きさではないんですが、サイコロみたいな大きさ、いや、サイコロみたいな大きさじゃない、サイコロみたいな形ですね。で、3センチ四方6方っていうんですか、サイコロみたいな形してます。で、これね、この窓枠のところにちょこんとこうやってずっと置いてるだけで、普通車とかでね、どっかドライブとか行って撮影するとかっていうと危ないじゃないですか。もう鉄道っていうのはいいですね。もう運転に気を配んないで、よくもうカメラはちょこんって置いてるだけなので、ずっと撮ってくれますし、景色を思う存分楽しめます。これね、なんか普通車とかそういうところでハンディカムとかで撮影とかっていうと、手持ちでもしくは一脚とか三脚使って、どこに合わせてとかって言って、そういうのを気使って撮影とかしてると、せっかくいいとこ撮ってんのに、全然自分は見ること、まあ観光することは集中できないですよね。そういった点、この GoPro のヒーロー5のセッションって、これかなり小さいカメラなので、もうずっとボタンを押して撮りっぱなし、後で編集するという風にすると楽しめると思います。で、これが2台目ですよね。で、3台目っていうのが、この同じ GoPro なんですが、すごい強力な手ブレ補正がついて、ジンバルとか使わないでも安定した映像が撮れる GoPro Hero 7ブラックエディションっていうのが発売されて、それを買いました。それで持ってきました。で、その映像っていうのは、まあ今日、まあここまでは撮ってないですが、まあ翌日以降それで撮った映像をアップロード予定になります。まあそれと、あとちょっとお遊び、おふざけみたいな感じで、インスタ 360-1X という360度撮れる、動画が撮れるカメラ、これがね、今回は 4K で撮影なんですが、 5.7K まで撮影できる画素数がね、かなりくっきりと、もう全周囲を動画で撮影できるカメラ、この4台を持ってきています。で、先ほども言いましたが、今撮ってるのは GoPro Hero 5のセッションというカメラなんですけど、 4K も撮れるんですが、まあ、4K とかで撮って編集して YouTube にアップしても、実際 4K で見る人がどれだけいるかと、それであと
フル HD メインで見てる人にしてみると 4K だともう重すぎちゃってね、見るのに大変な思いする。もうカクカク途中で止まっちゃったりとか、再生するのが非常に大変になるんで、私の場合はまあ時代に合ったフル HD 撮影をしています。でこの本当にね、この GoPro Hero 5 セッションというのは優れたカメラで、まあ、これも手ブレ補正とかついてるんですが、まあ、とにかくね、ちっちゃいと、まあ、小さいのでどこにでも置いてすぐにこんな感じで撮影ができる。で連続撮影できますし、まあ、今スマホ皆さんお持ちだと思うんですが、 Wi-Fi でスマホの方に映像を送って、まあ、無料の専用のアプリがあるんですが、これをスマホの方をモニターとして利用して、今撮ってる映像どんな感じかとか、まあ、設定でね、ホワイトバランスとかシャッター速度とかいろんなものを調整して撮れますんで、本当にいいと思います。まあ、今ねもうすでに新品は発売されてないと思うんですが、まあ、探せばあるのかもしれないですけれども、まあ、ヤフオクとかで2万円前後で取引されてるので、もうかなり使い勝手がいいので、まあ一度こういうので撮っちゃうともう癖になるっていうか、どこでも撮れますんでね。これ人によってはキャッチボールみたいな感じで投げながら撮影するような人もいるんですよね。もうとにかくいろんな撮影ができますんで、一度買って試してみてはいかがでしょうか。まあ、映像はねこんな感じで綺麗に撮れてるのがわかると思うんで、参考にしていただければと思います。まあ、先ほども言いましたけど、私の場合は鉄道がすごい詳しいわけでもなく、観光が詳しいわけでもないので、まあ、この動画を通して、まあ、この動画って実際は自分が撮影するのが好きで、撮影しに行ったやつを、まあ、防備録っていうか、そういった感じで YouTube にアップするために撮影してるわけで、まあ、極力カットとかしちゃうと、もうそのカットした部分どういった感じだったのかなっていうのが分かんなくなっちゃうじゃないですか。なのでほとんどなるべくカットしないで、まあ、こういったトンネルの中とかはね、あんまり長いトンネルとかだとカットはするんですけど、そういった感じで編集あまりせずに記録として残しておくという感じにしています。で、まあ、当然こういった鉄道関係好きな方の動画とか見ると、何々系の何電車は何年に製造されてどうこうで、今日本で何台走ってとか、そういう説明しますが、そういうのはもう全然分かりませんので説明しません。で観光地もこの辺もしかしたらすごいね、何かで有名なところなのかもしれないですけども、全然詳しくないので、とりあえずご覧くださいっていう感じで、まあ、鉄道系好きな、そういう解説が好きな人にとっても、観光のもっと説明しろよって思っている人にとっても、あんまり楽しいと思われるような感じではなく、鉄道もしくは観光に関して初心者の人が見て、ああなるほどね、この辺行けばこういうのがあるんだねっていう風な、ゆるーく見ていただけるようなことを期待しつつアップロードしていますんで、まあそういうの興味あれば、まあこういうのをどんどんアップしていますんで、まあチャンネル登録でもしていただけば、私がアップロードするたびに、Akira9020 さんがアップロードしましたよって Google の方からお知らせメールが行くかと思うんで、チャンネル登録していただければと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。こういった鉄道系の動画は月にこれから10本から20本ぐらいはアップロード予定なので、ご興味のある方はチャンネル登録お願いいたします。酒田駅に到着しました。2時間40分リゾート列車による旅行プランですね。実に楽しかったです。このあと1日目として、そうですね、酒田観光の動画、あと酒田から弘前への各駅停車の動画があります。今後ともよろしくお願いいたします。